演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、業務スーパーのミックスベリータルトを食べたいと思います。チョコレートの分量、これも冷凍タルトなんですよ。こちらも美味しいのかな。中身はなんかちょっと残念なことになってますけど、色も鮮やかですね。やっぱりベリーがこういう色でないと。では赤も紫、いや紫だ、黒か紫かな、どっちだろう。まあいいや、魅力的に映ります。本当に食べるんですけど、いいのかな、これ。ではこの甘酸っぱさ、やっぱりベリーですね。先日のチョコレートタルトと同様、やはりタルト生地はちょっとしっとり系で、もうちょっとサクッとしていた方がいいなと思ってしまったんですが、上のベリーの甘酸っぱいさっぱり感がチョコレートクリームの濃厚さと比べるとより食べやすさにつながっていました。口の中はさっぱりしているように果肉の食感も味わえるので、チョコレートケーキよりも最後まで食べ進みやすかったと思います。もちろんチョコレートケーキの方も美味しかったですよね。甘酸っぱさでよりチョコレートケーキより上ということで、こちらの提供させていただきます。甘酸っぱいって最後まで飽きずに食べられるという意味ではいいかもしれませんね。ではガンタンやロケット上げても火に届かず、陣内嫌い、何やねん、どこに行こうとしてるんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。